皆さんこんにちは、歌う介護士の堤智明です。認知症の方の症状としましては徘徊っていうのが多いと思うんですけども、最近ではもう徘徊なんていう言葉は言わないようにしようなんて言ってね、介護の記録上にも歩かれているとか、お散歩されていましたみたいな風に、ちょっとねポジティブな表現で書いています。そもそも徘徊、この人徘徊してるなっていうのはこっちの目線であって、前にも言いましたけども、認知症の方のその行動っていうのは本人にとっては理由がある行動なんですよね。食べてないっていうのも本当は食べてない、本人の中では食べたことを記録をなくしてしまっているので本当に食べてない、で物がなくなったっていうのもご本人の中ではなくなってるわけですよね。ですのでその徘徊っていうのにも理由があるっていうことですから、まずその理由を探すことが大事なんですよね。で前にですね、そのちょっと聞いた話で、決まって夕方になると、徘徊される方がいたんですよね。で決まって5時だったんですよ。でなんで5時かっていうと、うちの方は地元の方はお寺が近くにありまして、必ずその5時にコンってゴンゴンってなるんですよね。でそのゴンっていうの鳴ると立ち上がってこう歩かれるって、そばそばしちゃって落ち着かなくなっちゃうっていうのがあったんですよ。で座ってくださいって言って座ってもらってもすぐに立っちゃったりとかして、なんでだろうねっていうのを考えたり、ご家族と話している中で、その5時っていうのがゴーンってなって、ちょうどね、その方が、子育てをされていた時にお子さんを迎えに行く時間だったらしいんですね、5時が。それでその時間になるとお子さんを探してこうちょっと落ち着かなくなっちゃっていたんですよね。で認知症の方ってよく今年いくつですかと聞くと30歳なんだよとか40歳なんだよって言われる方、もちろん年齢に合ってる方もいらっしゃるんですけども、割とこう若くね言って言われる方が多くて、まだお子さんが小さかったりとか、ご主人が元気だったりとか、自分のご両親が元気だったりっていうのは多いので、対応としては、じゃあお子さんもね帰ってきたので、じゃあ先にちょっと、じゃあ洗濯物をちょっと畳んでおきましょうかとか、今日はね代わりにねおばあちゃんが迎えに行ってくれたみたいですよとか、代わりにお父さんがね迎えに行ってくれたから今日は大丈夫みたいですよとか、そういう言い方をすると落ち着かれたりとかね、とかだいぶ声かけするだけでも落ち着くっていうことがあるんですよね。でそれでこっちもなんでそういうふうに歩かれてるんだろうなって理由が分かれば徘徊じゃないじゃないですか。だから介護記録上にもお子さんを迎えに行こうとして歩かれていました、ただ徘徊していると終わるんじゃなくて、お子さんを迎えに行こうとして歩かれていましたっていうふうになるので、理由が分かればこっちも安心ですしね、安心してもらえる対応をすれば落ち着いていく、そういうこともありました。あと決まってこう朝の7時とかにこうね歩いちゃうおじいちゃんとかねいらして、でその方は会社にね行こうと思ってるらしいんですよね。だから今日は会社お休みですよとか、ちょっと今日会社お休みなので代わりにちょっとこっちで私たちのお仕事ちょっと今日は手伝っていただけないでしょうかとか言って、ちょっと
洗濯物サタンもお願いしたりとか、ちょっとテーブルを一緒に拭いてもらったりとか、お掃除をちょっとしてもらったりとかっていう風にしたりとか、まあ、とにかく、まあ、徘徊に限らずですね、まあ何事も、まあ人の行動っていうのは何か必ず理由があることが多いんですよね。だから介護をする側としては、まあ、これは徘徊とかそういうふうに決めつけるんじゃなくって、なんでそうなんだろうなっていうふうに疑問に思うことが大事だと思うんですよね。なので今起きてること、この人がやってること、この人が言ってることっていうのをの理由を探ってみるっていうのはとってもいいと思いますし、でそういうのは、まあ、私たちの介護職なんかはそういうのはどんどん溜まっていけば、そういう同じような人っていうのもいるじゃないですか。でそういう行動を見た時に、あ、この人もしかしたら、まあ、お子さんが小さい子さんがいる時代に帰ってらして迎えに行こうとしているかもしれないとか、あ、この人は、あ、会社にもしかしたら行こうとしているのかなとかっていう分かってくるじゃないですか。そうすると認知症の方も接するこっち側としても全然違くなるんですよね。ちょっとあの危ないから座ってくださいとかするんじゃなくて、どうされましたかとかね、そういう優しい気持ちで向き合えるようになってくると思います。以上、堤智明でした。ご視聴ありがとうございました。